こんばんは、リササーフ、ヒデの波乗りラジオ。全国のリターンサーファーにお届けする波情報ラジオです。この番組では、本日の波情報の振り返りと、明日の波予想をそこに一言付け加えていただいて、大体10分ぐらいでお届けしますね。サクッと聞いていただけたら嬉しいです。はい、今日もね、始まりました。リサーチサーフね、波乗りラジオというところで、お届けしていくんですけどもね、今回はね、冒頭の話はですね、前に、サクタにステイしている時に、バイクがね、少しうるさいな、って話をしていたんですね。で、話をしたの覚えてますかね。まあ、覚えてくれたらすごい嬉しいんですけど、そうなんですよ。したんですけどね。うん。そう、その、話をしているそばから、事件です。何があったかというとですね、新成人祝い集団暴走、ね、まさかのですね、そんなに気になる感じはなかったんですが、ではね、ニュースになるぐらいだからね、まあどんまいですかね。いやまあね、そういう時もありますよねっていうね、仕方がないっていう感じがしますけどね。まあ、ちなみにこの成人式は今年の1月の話ですね。検挙がついこの間ってことかな。きっとね、実に1年がかりとね、捜査って大変ですよね。一つ一つ証拠集めてね、地道に足で捜査なのかな、今はね。ね、その地道な積み重ねで検挙に至るってことですよ。まあ、党の本人たちはね、忘れた方にやってくれ。あれ、びっくりでしょうね。ほんと、刑事さんではないですが、サーフィンのストレッチも特に積み重ねが大事だったりしますね。そうなんです。サーフィンのストレッチはね、本当にね、日々、毎日、一日ね、毎日、日々、欠かさずね、行う。これが大事ですね。その行うことによって次第に柔らかくなってくれるってもんですね。でもそのやり方が間違ってると、せっかく行っていても結果に、ね、結びついてくれないかもしれないです。いくらやっても柔らかくなんかなんない。って方はね、後半ね、お届けします。ことをね、確認していただければと思います。結構ね、そういう方多いと思うんですね。柔らかくなんねえなって。うん。そういう方のためにね、自分が教える方法をね、お届けしたいと思います。後半はね、ストレッチの正しいやり方をお届けしたいと思います。結構ね、知らない方多いんじゃないかな。うん。ちょっとね、これもったいないんでね、お届けしたいと思います。それでは全国の波情報、本日の振り返りからですけども、前線が東の海上ですね。前線が東の海上へ移動しましたね。高気圧が大陸から日本海側へ張り出してきています。東の海上からのうねりは続きます。日本海側は高気圧の影響でサイズが上がってくれましたが、上がりすぎないエリアもありましたね。そうですね。低気圧と高気圧の、おかげでって感じですかね。移動したね。太平洋側は東の低気圧と北へ移動した前線の低気圧ですね、からのうねりは続きサイズをキープしてくれました。風は大陸の高気圧と前線との気圧の谷がかかるので強めエリアがありましたね。気になったエリアがあったかと思います。それでは明日の波予想。明日は前線は東の海上へ移動します。高気圧はゆっくりと大陸から日本海側へ張り出してきます。東の海上からのうねりは続きつつ、新たな低気圧が南の海上へ発生しますね。日本海側は高気圧の影響でサイズを下げつつ、キープしてくれそうです。
とかサイズをキープかですね。太平洋側、東の高気圧からのうねりが続きつつ、南で発生した低気圧から徐々にうねりが出そうです。またね、台風になる可能性もあるのでね、十分注意しましょう。風は大陸の高気圧から強めに吹くエリアは出てしまいそうですね。はい、それでは台風速報。台風20号、ベトナムの東の海上、ベトナム方向へ進行中ですね。本州には特にうねりの影響は出なさそうですね。ということで、明日の出戻りさ、最上レベルが星3つです。風は大陸の高気圧のかかるエリアで、気になるエリアはありそうです。波のサイズは全体的にキープ傾向ですので、コンスタンスにサイズがあり、楽しめるエリアは多そうです。それでは今日の一言ですけども、ストレッチやってても全然柔らかくならないんだよね。こんな声をよく聞きます。それはね、やり方が間違ってるかもしれませんよ。ストレッチというと、股関節を伸ばしたい、開脚をしたいなどとね、下半身ばかり伸ばそうとしていませんか？でも実は違うんです。ストレッチは上半身からなんですね。体を柔らかくしたいと下半身を意識しがちですよね。それはわかりますけどもですね、違うんですね。そこだけを伸ばすのではなくですね、上から、上半身から伸ばすってことです。それを意識してみてください。手のリードではないですけど、手から肩、そして腰、お尻を伸ばしてから足も伸ばすって感じですね。伸ばすのは全身ですね。上半身から伸ばしていく。そうすれば実際に伸ばす足は半分ぐらいで済むわけですよね。そう、上半身半分、下半身半分、そのイメージで行うね。そうすると体を無理せずストレッチをすることができちゃうんですね。こう考えると結構楽になりませんか？いやー、思いっきり足だけね、柔らかくってね、やってたと思うんですけど、それではなくて全身ね、そう、いくら足だけ、股関節だけ伸ばそうとしてもね、うまくは伸びてくれません。なのでね、上半身から徐々に下半身へと伸ばしていくってことですね。これをやってみてください。その意識でストレッチして効率よく、そしてね、伸ばす範囲を広げて体を柔らかくしていきましょう。無理をするのでなくね、効率的にストレッチも楽しめればと思います。そうですね、ぜひね、やってみていただきたいと思います。じゃあね、今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ、海に帰る方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それではまた。バイバイ。